ちは。ガールズチャンネルです。今日はカオルさんがどうやって音文符号を覚えたかをお聞きしたいと思います。MC を務めます JI3ICY コウです。今日は講師の JNCGGF カオルです。どうぞよろしくお願いします。それではまず最初に符号を覚えるきっかけは何だったんでしょうか。はい、私は4アーマーを取ってすぐに3アーマーを目指したんです。というのも無線工学も法規も覚えているうちの受験が断然有利だと考えたからです。でも3アーマーには避けて通れないモールス符号の壁がありました。確か当時は1分間に25文字を聞き取る必要がありましたね。はい、それまでテレビや映画でしか見たことがなかったモールス符号、この私に覚えれるんだろうかとは思いましたが、もともとお気楽な性格の私です。モールスね、まあできないよりできた方がいいんだし、なんとかなるでしょうと軽い気持ちで3アーマ受験を決心したのでした。かっこよさも憧れだったんですか。そうですね、テレビで男性が電源を打っていました。今となってはその俳優さんが誰だったのか、一体何を打っていたのかもうわかりませんが、何よりもモールスを打っている、真剣に真顔で一心に打っている、その姿に惹かれましたね。だってそんなことできる人は限られているし、その真剣さがキュンとするじゃないですか。カオルさんは次に何を思ったんでしょうか。そんなシーンを何度かテレビや映画で見ているうちに、私なりにそのシーンがどんどん美化されていきました。そうだ、いつか私もこんな風にやりたいな、その考えに至りました。私ってなんて単純な人でしょうか、自分でも呆れます。でもね、自分が電源をひたむきに打っているシーンを思い描いてみることはとても大切だと思うのです。イメージがよりリアルになり、はっきりした到達目標になり得るからです。こんな自分になりたいな、いや、なるんだ、と自分に魔法をかけるんです。そして、早速3アーマ受験の手続きをしました。4アーマを取ったばかりなのに、もう後先考えないで3アーマ受験を決めるあたりがカオルらしいです。それはそうと、符号を覚えるのは大変ですよ。はい、難しいです。さあ、何から手をつけようか。家族にも親戚にもモールスを打つ人はいないし、モールス関連の人もいません。そんな時、ある OM さんから、音文符号を習得するなら、いいカセットテープがあるよ、と教えてもらったんです。私はその時モールスの参考書を探していたんですが、そんな便利なテープがあるならと早速それを取り寄せたのでした。早速取り寄せてカセットテープを聞いたんですね。はい、聞いてみましたが、正直なところちっとも面白いものではありませんでした。アナウンスは単調だし、どんどん勝手に進んでいくし、わけがわからない、とても追いついていけませんでした。勉強のためとはいえ、このテープだけを聞いて習得するのは辛いものがあるなと思いました。そこで学生の時の試験勉強みたいに表に書いてそれを暗記しようと考えました。変な自慢になりますが、丸暗記には自信があります。この方法で行こうと決めました。
その表がこちらですね。モールスの符号は点と線の組み合わせで成り立っていますね。そうなんです。モールスの符号は点と線で成り立っています。自分で作った表を見つめ、一週間で覚えてみせると自分に気合を入れました。数字の符号は簡単に覚えたんですが、アルファベットがくせものでした。なかなか覚えられないし、試験日はどんどん近づいてくるし、ああもう無理かもと諦めたこともありました。カオルさん独自の自分のスタイルの勉強法があったんですね。昼間は自分で作った表を眺め、いつも持ち歩いていました。表の符号の欄を隠しておいて、アルファベットだけを見て符号を唱えるというやり方で覚えたんです。どんなやり方でしたか？やってもらってもいいですか？はい、一応この符号の欄を隠します。このようにして、で A だけを見つめて突というふうに自分で唱えるんです。で B を見たらツーとととで、まあ、時々合ってるかなとずらしながら確認する、こういう方法で覚えました。でこちらの方も符号の方を折って U ならトトト、 V ならトトトトですね。でこんな感じで覚えました。そして覚えやすいようにラインマーカーをところどころ引いて工夫して覚えました。一日何度も表を取り出してちゃんと覚えられているか唱えて確認してを繰り返しました。そして夜はじっくりカセットテープを聞く。そんな生活を続けながら試験の日を迎えました。完全に覚えたかどうかは不安でしたが、もう受験するしかありません。実際に終わってみると手応えは十分でした。結果、見事に3アマ合格でした。私の場合、受験を先に決めて申し込んでいました。受験日がもう決まっているので、しのごの言わず、もうやるしかありませんでした。時間制限を自分に設けたことも大きな勝因だったと思います。オーブン符号の覚え方は人それぞれです。自分に合ったやり方で続けることが大事だと思います。皆さんの参考になれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。それでは今日はここまでになります。また次回お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。さようなら。